それでは、これから、千葉内様の発表を始めます。タイトルは Python のバリデーション定義からフロントエンドタイプスクリプトのコード生成です。では、千葉内様よろしくお願いいたします。はい。私の名前は千葉内和弘です。発表のタイトルは Python のバリデーション定義からフロントエンドタイプスクリプトのコード生成です。発表説明は日本語です。発表資料は日本語です。発表資料は公開します。発表中の写真撮影に同意します。PyCon のコード規範に同意します。ということで、発表していきたいと思います。はい。では、まあ、自己紹介なんですが、まあ、株式会社ブレインバットというところで、まあ、開発ソフトウェアエンジニアをしている島内と申します。今はデータ基盤の設計開発をしているんですけど、まあ、この発表の元ネタになったときはカスタマーデータプラットフォームというものの開発に従事していました。まあ、あとこの、まあ、コード生成というので、まあ、学生時代というのはコンパイラーみたいなのを作ってやってました。本日のアジェンダです。まあ、背景として、まあ、今回導入対象、まあカスタマーデータプラットフォームと言いましたが、そのプロダクトの、まあ、説明をします。で、その中で使っていたバリデーションライブラリ、マシュマロっていうのの紹介と、実際にそれがどうプロダクトに使われていたかっていうのを紹介します。で、まあ、それを開発していく中で発生した課題っていうのがあって、まあ、今回の、発表の目的となったっていうのがあります。はい。で、その後、まあ、実際に実装の話に入っていくんですけど、マシュマロからタイプスクリプトへの変換というものを行います。でそこで、まあ、一つ一つ、まあ、実際にそのどういう型定義が生成されたりとか、どういうバリデーションが生成されるというのを、まあ、実際に見ていきます。でその後、実装についてもちょっと触れていきたいと思います。はい。そして、まあ、ちょっとデモみたいなのをしたいと思います。はい。じゃあまず、まあ、対象プロダクト、まあ、アルトスターインサイトプラスっていうデータ管理プラットフォームがあるんですけど、その Web UI の部分の開発です。で、まあ、端的にこのプロダクト何してるかっていうと、まあ、スケジューリングして ETL 処理をしたり、まあ、ユーザーセグメントっていうのを、まあ、そのお客さんからいただいたデータを、まあ、分析して、その、まあ、ユーザーごとにセグメント分けて、それを、まあ、他のプロダクトに連携するっていうのがコア機能です。でまあ、このプロダクトの特徴としては、まあ、その入力が GCS とか S3 とか SFTP とか、まあ、あとは外部のサービスとかと連携したりする他にも、まあ、あとファイル形式も JSON とか CSV とか、あとビッグクエリのテーブル自体とかっていうのもあるので、まあ、接続先とかフォーマットっていうのの情報が、まあ、多種多様に入ってくるので、API のスキーマっていうのが多くなって、かつ複雑になりがちっていうのがありますね。はい。でまあ、要素技術なんですが、まあ、バックエンドは、まあ、GCP の GAE で動いている Python3 で実装しています。で、まあ、ウェブフレームワークは、まあ、フラスクです。で、まあ、そのフラスクの中で、バリデーションライブラリとして、マシュマロというものを使っています。で、インターフェースについては、まあ、REST、まあ、GraphQL とかそういうのではなく、普通の HTTP で、GET コストをする REST API になっています。まあ、余談なんですが、この Python のプロダクトでは、まあ、MyPy でしっかり型をつけて型チェックを行っています。で、まあ、フロントエンドは、まあ、View と、まあ、React と View あるんですけど、この View の方を使っていて、そこで TypeScript を使っています。で、まあ、それらを、まあ、ビルドしたり、まあ、デプロイするのに、まあ、CI として CircleCI、まあ、これは SaaS 的にですね、を使っています。でまあ、すごいざっくりしたプロダクトのアーキテクチャなんですけど、はい。まあ、フロントエンドが View で書かれていて、そこで、まあ、Axios っていう、まあ、古く言えば Ajax みたいな Ajax のライブラリがあって、そこから、まあ、バックエンドと通信するわけですが、まあ、そことバックエンドロジックの間にマシュマロを使っています。で、まあ、マシュマロが具体的に何をしているかっていうと、まあ、クライアントからのリクエストをバリデーション。まあ、入ってきたデータをバリデーションしつつ、まあ、JSON ディシリアライズしたり、逆にバックエンドから入ってきた DICT データ、まあ、これは DICT 以外にもいろいろなクラスとかも入ってくるんですけど、それをディシリアライズして JSON にするっていうことを、まあ、この中ではやっています。
ではマシュマロっていう、まあ、バリデーションライブラリのちょっとざっくりと説明します。マシュマロっていうのは、まあ、フレームワークとか ORM に依存しないバリデーションとかシリアライゼーションのライブラリです。で、まあ、クラス定義によりスキーマを記述します、まあ、この実際の記述は次のスライドに書いてあります。で、まあ、基本的なその、まあ普通の文字列の長さとかそういったバリデーションに加えて、まあ、そのスキーマ自体をネストしたり、まあ、他のスキーマ参照したり、まあ、スキーマ自体を2つのスキーマを一緒にガチャンコしたり、あとはユーザーが型もいろいろ、まあ、ストリングとかイントの他にも、まあ、ユーザーが定義した型っていうのを定義できたり、あと部分定義っていうのはそのあるスキーマに対してその内部の、一部のデータを、まあ、そのスキーマの一部のフィールドのみを取り出して、まあ、それを新しいスキーマとして定義するってことができたりします。あとはデータクラスっていう、まあ、Python のやつ、Python の機能になるんですけど、まあ、それとの連携ができて、シームレスにできたりする機能もあります。実際、その、マシュマロをどうプロダクトに使ってるかっていうと、まあ、その、まあ、スキーマ定義っていうのが、まあ、この前数えたら150ぐらいあったんですけど、まあ、そういうのに全部マシュマロで定義しています。またカスタムフィールドによるシリアライズ。まあ、先ほどシリアライズって言ったんですけど、バックエンドからフロントエンドに JSON として持ってくるときに、まあ、その、まあ、その実質、連携する情報のパスワードとかっていうのは、まあ、画面上に出したくないみたいなのがあるので、そこのレイヤーで、まあ、このマシュマロのカスタムフィールドの機能で、まあ、機密情報をマスクしたりします。そして、テーブルローデータから、まあ、JSON へのまあ、テーブルローデータっていうのはそのビッグクエリを内部で使ってるんですけど、そこから入ってくるデータを、まあ、お客さんが見る、ローデータをお客さんが直接見るっていう機能もあるので、まあ、それを JSON にシリアライズするっていうのも、まあ、このマシュマロを使ってやっています。マシュマロの概要ですが、まあ、クラス定義とバリデーション、まあ、右側にあるように、クラス定義のまあ、各フィールドとバリデーションのディクトオブジェクトがそれぞれ1対1で対応しています。で、メンバーにフィールドオブジェクト、まあ、クラスのメンバーにオブジェクトフィールドを設定します。まあ、右に書いてあるフィールズイントみたいな、ストリング、ストリングみたいな感じで、プリミティブな型から、まあ、右下のユーザーリストスキーマみたいな感じで、まあ、他のスキーマを入れ子で参照できたりします。まあ、それで、まあ、リストとか、さらにそれをコードに組み合わせて、リストとかディクトとかも使ったりします。まあ、先ほど言ったような、マスクとかっていうのも、まあ、そのフィールズっていうのは新しいやつで作って、マスクドストリングとか、まあ、いろんな用途に合わせたシリアライズ、デシリアライズの処理を実装したフィールドも自作も可能です。そして、まあ、マシュマロの実装なんですが、マシュマロのフィールドなんですが、パラメータで値の設定を定義できます。まあ、デフォルトに入ってくるデフォルト値とか、あとフィールドがリクワイアードかそうでないかみたいなのがあったり、あとヌルを許容するかしないか、とバリデーションももちろんできます。で、先ほど言った部分型定義っていうのも、まあ、ネステッドの中に、書いて、まあ、例えばユーザースキーマの ID フィールドのみを取り出して、まあ、これはちょっと例としてあれなんですけど、まあ、そういうときは、ね、オンリーっていうフィールドの中で、まあ、一部スキーマの一部をこういうふうに定義したりします。はい。で、もう一つがポリモフィックな定義っていうのがあって、例えば、まあ、次のページにコードを書くんですけど、まあ、JSON と CSV の、まあ、それぞれ、まあ、入力フォーマットのオプションみたいなのをまとめて扱いたいみたいな用途のときに、このポリモフィックな定義を使います。実際に次のスライド。はい。ここで例えば、CSV っていうこのタイプっていうのがそのキーになります。で、そのタイプっていう中で、スキーマ、その CSV の場合は CSV ファイルフォーマットスキーマ、JSON の場合は JSON ファイルフォーマットスキーマっていうように、まあ、そのキーによってスキーマの内容を変えるってことができるんですね。で、例えば、まあ、下にあるようにタイプ CSV っていう、まあ、フィールドがあると、それはもう CSV フォーマット、ファイルフォーマットスキーマの方っていうふうに解釈して、そこでフィールドをまあ、そっちのフィールドを見ていくって感じになっています。はい。っていうのが、これまでがマシュマロの概要でしたが、まあ、実際、そのマシュマロを使って、マシュマロとタイプスクリプトを使って実装してくれて、まあ、ちょっと課題が出てきましたっていう、課題っていうのは、まあ、
TypeScript からフェッチするリクエストレスポンスの型っていうのが、まあ、そのバックエンドの型とは合ってなかったので、型付けサボったりしてエニーとかつけちゃったりすると、まあ、TypeScript を使っているのに、まあ、Undefined Property Error とかが出るっていうので、それ開発に支障がちょっと出始めてました。でもう一つがバリデーションの定義も、まあ、そのバックエンドとフロントエンドで別々に実装されているので、まあ、フロントエンドのフォームのバリデーションと API リクエストのバリデーション同じものを記載しているのに別々手動で実装するっていうので、ちょっと二度手間になってました、はい、っていうのを今回の、まあ、今回解消していく話す内容になっています。で、まあ、最初にその型定義の自動生成についてです。まあ、解決のアイデアとしては、まあ、マシュマロの定義をまあ動的に解釈して、TypeScript のコードを生成します。ここでいう動的っていうのは、まあまあ、プログラム解析の分野でよく言われている静的解析っていうのが、ソースコードの、まあ、AST、抽象構文機とか、軸解析を行って、まあ、プログラムを文字列として解釈して、まあ、コードをアナライズしていくっていうのですが、まあ、動的解析はそれに対して、まあ、ファイルをその実際の Python のエバリエーターに入れて、まあ、オブジェクトからデータとかを抽出するっていう意味で、ここで動的解析っていう感じで言ってます。まあ、実際にどういう感じになるか、下の図を見てみたら分かるんですけど、まあ、次のページからその変換の内容っていうのを実際にちょくちょく見ていきます。ちなみになんですけど、このオレンジのが Python で青色のが TypeScript っていう、今後その背景の色で分けていくので、そこで注目してください。まず、まあ、TypeScript の型の話になっちゃうんですけど、まあ、JS のオブジェクトのフィールドごとに型をつけています。で、まあ、型がネストしても大丈夫です。はい、まあ、左のサブタイプでみたいなやつですね。そして、行動的部分型っていうのがあるんですけど、まあ、その定義した型の構造があってれば、まあ、明示せるとも、まあ、発動型関係が認められると、ちょっと難しい言葉なんですけど、まあ、ダックタイピングを型システムに自然に落とし込んだみたいな、まあ、イメージを持っていただければいいと思うんですけど、まあ、Python にも 3.8 だったかな、3.8 ですね、これ、タイピングプロトコルで採用されている、まあ、概念です。で、まあ、実際にその、まあ、マシュマロから TypeScript に型定義を変換していくわけなんですけど、プリミティブな型はそのままストリングからストリングに変化して、まあ、int は、まあ、ナンバー、ちょっと、まあ、文字、数値型はちょっと Python と JavaScript で結構、まあ、仕様が違うんですけど、まあ、そこは許容して同じようにまとめています。まあ、カスタムフィールドについては、まあ、バリデーションで対応するので、e メールとかはストリングとしてみなしています。まあ、ネストした型については、まあ、TypeScript の対応するアレイとか、あと dict は、まあ、この下にあるように、このように。のような形で書けるんですが、まあ、そういうふうに変換していきます。まあ、それぞれどうやって変換していくかっていうのは後で対応していって、まあ、次ページからは細かい、まあ、TypeScript のもっと複雑な対応を見ていきます。でも、もう一回 TypeScript の話になるんですけど、まあ、リテラル型っていうのがあって、まあ、TypeScript、その静的に決定される文字列とか数値型っていうのを、まあ、型として見なすことができます。まあ、これは Python にも入っていて、タイピングリテラルっていう型が、あって、これも似たような概念としてあります。そしてもう一つが、まあ、ユニオン型っていうのがあって、まあ、これもタイピング、その Python にもタイピングユニオンってあるんですが、まあ、その型の直和っていうのを取ることができます。で、まあ、それらを組み合わせて、ディスクリミネーテッドユニオンっていう、まあ、他にもいろいろ呼び方があるんですけど、まあ、リテラル型をキーとして、まあ、オブジェクト型のユニオンを取る。まあ、リテラル型のそのタイプっていう中身を見れば、まあ、その型が、そのユニオン型の、どのユニオン型に属するかっていうのが分かるっていう機能が、まあ、機能っていうか、概念がディスクリミネーテッドユニオンです。はい、で、enum フィールドっていうのが、まあ、マシュマロになるんですけど、まあ、これは、まあ、名前から分かるように、この中の一つっていうのがあるんですけど、まあ、それについては、まあ、先ほど言った Python、TypeScript のリテラル型に変換します。また、その他にも、ちょっと型を超えるんですけど、まあ、バリデータから、まあ、この ABC っていう、まあ、中でどれかっていう
バリデーションがあるんですけど、まあ、それも一緒にその似たような感じでリテラ型として変換していきます。でもう一つがまあポリモフィックなスキーマ、先ほど言ったワンオブスそのワンそのポリモフィックなスキーマについても似たような感じで、まあ、ディスクリミネーテッドユニオンとして実装していきます。まあ、左にあるような型が右にあります。まあ、ここで and っていうのはその型同士の、合成、まあ、列ごとの合成っていうのを行っています。はい、で各フィールド、まあ、オプショナルかどうかっていうのも、まあ、この required forwards の場合は、まあ、オプショナルフィールドとして実装します。まあ、TypeScript だとハテナをつけると、まあ、クエスチョンマークをつけると、まあ、その型のそのフィールドはオプショナルとして機能するので、まあ、それで変換していきます。あとアラブなんていうのは、まあまあ、塗るかその型かっていうユニオンタイプに変換しています。でまあ、オンリーとかエクスクルードっていった部分スキーマも実はタイプスクリプトには似たような、まあ、ユーティリティタイプっていうのがあって、まあ、これは結構マニアックなものなんですけど、まあ、オンリーについてはピックというユーティリティタイプ、エクスクルードはオミットというエクスクルードユーティリティタイプに変換していきます。まあ、例えばピック風ステッド風スキーマオンリー AB っていうのはピック風スキーマ A ユニオンリテラル型 B みたいな感じで、まあ、AB フィールドっていうののそのフーズキーマの AB フィールドのみが抽出できます。はい、で、まあ、これまでの実装で、まあ、型についてのチェックできるようになりました。で入力値のバリデーションに対する情報も、まあ、シューマローが持ってるんで、まあ、これも自動生成できないかっていうのが、まあ、もう一つの発想です。でまあ、これまでは別々にその手動で人力で定義を合わせて別々に実装してたんですけど、まあ、スキーマ定義からバリデーションコードを生成して、まあ、フロントエンド側からその生成した関数、まあ、バリデーションの関数を参照することで、まあ、二度手間じゃなくて定義の統一化ができるっていうのが、まあ、今回やってきたことです。まあ、もちろんその細かいところで、まあ、手動実装はまだ残ってるんですけど、まあ、主要なところはこんな感じで実装できるようになりました。で、まあ、マシュマロのバリデーションは、まあ、レンクスとか、まあ、正規表現とか、まあ、レンジとか、まあ、チョイスの、その選択肢の中で一つみたいな感じの、まあ、一般的なバリデーションみたいな感じがありまして、まあ、他にもカスタムバリデーターの自作もできます。で、まあ、これはバリデーションの自動生成のアイデアっていうのは、まあ、バリデートの定義を取り出してそのクラスごとに、まあ、そのパターンマッチして実際にコードをそれぞれ出力していくっていうアイデアになってます。で、まあ、下にあるようにレンクスについては minmax っていう、まあ、このテンプレートに対しては右の、まあ、ように変換していくっていう、まあ、一つ一つクラスに対応されてして JavaScript に変換していくって感じです。まあ、もちろんその変換する過程においてまた正規表現 Python TypeScript と、まあ、JavaScript の違いがあったりするのでそこら辺は注意が必要ですが、まあ、そこまでバリデーションで複雑なやつはやらない、そんなに複雑なバリデーションはしないので、まあ、ここでは、まあ、正規表現は大丈夫です。で、まあ、とはいえ複雑なバリデーションについては、まあ、これはもう例えば JSON の、まあ、TypeScript その JSON がJSON かどうか、JSON のファイルかどうかっていうのはちょっと難しいので、まあ、こっちは TypeScript で同じような名前で実装しの、まあ、人力で頑張ってこのコードを変換して、まあ、そのフィールドの名前に対応した感じ、対応したコードを生成するという、まあ、ちょっと人力ですが、まあ、そういった感じでカスタムフィールドはカスタムバリデーションは生成できます。はい、で、まあ、これが実際の実装の話です。はい、実装の話ですが、まあ、マシュマロってスキーマの中、スキーマの、まあ、クラスの中のインスタンス、あ、違う、クラスの中のプロパティとして、フィールズってメンバーがあって、まあ、その各フィールドのオブジェクトがそのまま格納されているので、まあ、それを操作すれば、実際にバリデーション定義っていうのは取り、プログラマティックに取り出せます。で、まあ、スキーマのコードをモジュールとしてインポートして、まあ、そのスキーマに、そのモジュールの中で定義されるスキーマクラスを、
まあ、Python の inspect get members っていう関数があるんですけど、それに入れると、まあ、クラス全体、全部、そのスキーマ継承しているやつが全部取れるので、まあ、そのクラス全部について TypeScript に変換してコード出力をします。でまあ、コード量は、まあ、最低、本当に必要最低限の部分実装して300秒程度。でまあ、もちろんこれはスキーマ含まない本体の定義です。まあ、これぐらい、まあ300まあ、すごい短いコードで実装できて、まあ、この実装期間も1日とか2日だとか、割と軽く実装できるので、まあ、割と費用対効果がいいのかなと思います。まあ、実際にコードの一部ってあるんですけど、まあ、こういうふうに頑張って文字列として変換していくって感じになってます。まあ、上のスキーマトゥディフィニションっていうのは、その各フィールド、そのクラス定義を各フィールドに変換していく関数。で、フィールドトゥ TS タイプっていうのは、そのタイプスクリプト、フィールドの定義を、まあ、そのタイプスクリプトの型定義に変換していくって感じで、まあ、大体コード生成というか、まあ、コンパイラーの分野もそうなんですけど、まあ、パターンマッチして、それに対応するデータを出力し、そのコードを出力していくっていう、まあ、一般的なパターンになってます。はい。で、まあ、実際にデモンストレーションっていうのをやっていきたいと思います。はい。例えば、まあ、右に出てるんですけど、ちっちゃいかな。まあ、右に出てるんですけど、ここの、まあ、イントがナンバーに対応してます。で、ストリングが、まあ、アローナンってやると、まあ、ヌルをアローしてるので、まあ、ヌル型とユニオンタイプしたやつが出てる。次に、こんな感じで他のフィールドを参照したやつもできたりします。で、ちょっと面白い例を出すと、まあ、こういう感じで、ワンオブバリデートっていうのが、まあ、ここのやつが動的変換されています。で、面白いのが、これを例えば、調べてますね。こういうふうに、Python のリスト内方表記でこういうふうにバリデーションを定義しても、取得されるのは、その、ここを評価した値が評価されるので、まあ、すごい、なんか複雑な、組み合わせとかも、まあ、こういうふうに出力できたりします。で、まあ、これは例えば、まあ、これは、まあ、just for fun ではなくて、例えば、GCS から、その、GCS から SFTP に変換するみたいな、その、入力と出力っていうのが、まあ、パターンマッチで、その、入力と出力っていうのが、数パターンがあるので、その組み合わせっていうのが、はい、まあ、バリデーションとして定義すると、そのこの全部冗長にバーって書かなくても、こうやってプログラマティックにそのバリデーションの値を定義書けば、そのまあ出力がちょっと読みにくくなるんですけど定義できるっていうのが、まあここでやりたかった示したかったことですね。で、まあバリデーションについてもこういうふうにイントがで、まあ、レンジ1から100以上っていうのはこういうふうに TypeScript のクラスとしてバリデーターっていう形で変換されています。はい。で、はい。まあ、これで一旦デモはこんな感じで終わります。まあ、他になんか変換例が見たいときは Ask the Speaker セッションのときとかに聞いていただければと思います。
はい。で、CI との連携なんですが、本来は生成物はコード管理せずに、ビルドプロセスの中に組み込んでやるのがいい実装なんですけど、まあ、諸般の事情により、まあ、ちょっとコード生成したものをレポジトリにプッシュして、コミットしてプッシュするっていうような運用にしています。まあ、スキーマの変換時には、まあ、コード生成も手動で、ちょっとコード、まあ、Git フックとかを使ってコード生成も忘れずにしてプッシュするようにしています。ただ、それはちょっと忘れることがあるので、まあ、CI ではそこのコード生成の結果っていうのをその元のスキーマからその CI 上で再生成して、その現在レポジトリにあるコードを生成したものをと比較して、まあ、diff があるときは、まあ、CI をフェイルさせるっていうことで、まあ、生成し忘れっていうのを検知しています。まあ、本来はその検出後に、まあ、その差分が出たらそこの差分を解消するコミットとかを出したりするような機構があればいいんですけど、ちょっと、まあ、システムの都合上それはやってませんが、まあ、本来はそういった、まあ、ディペンダボットみたいな感じで自動的にコミットをして修正するっていうのが、まあ、良いかと思います。はい。油断する時間あるかな。まあ、油断なんですが、まあ、Python 3.9 に導入されたアノテーションに型情報を加えてメタデータを付与できるっていう機能があって、まあ、ユーザーが定義したオブジェクトっていうのが、まあ、アノテーションの情報に含まれるっていう機能があるんですね。例えばこの ID っていうのが、まあ、レンジとかレンクスとか、まあ、これはもう Python の内部ではないんですけど、アノテーテッドっていうのがその Python の中で、まあ、組み込まれてタイピングのモジュールの中に入っている機能です。で、まあ、これを利用すれば、これを利用した、まあ、バリデーションライブラリっていうのは実は作れるんじゃないかってちょっとこの中で思ってて、まあ、もしそういった Python のバリデーションライブラリを実現できれば、まあ、Python の型アノテーション情報から、まあ、TypeScript の型とかアノテーションコードっていう型同士の変換っていうのができて、まあ、面白いんじゃないかってちょっと思ってます。まあ、私がちょっと知らないだけかもしれないので、まあ、もしバリエーション、こういったアノテーションを利用した、アノテーテッドを利用したライブラリがあれば、まあ、ご紹介いただければと思います。はい、まとめです。はい、バリデーションライブラリのマシュマロの Python のクラス定義から、まあ、TypeScript のコードを動的生成するツールを開発して、型定義とバリデーションの共通化を可能としました。で、TypeScript からの、まあ、エッジリクエスト、レスポンスの方が手動で管理した問題は、まあ、スキーマの変更場所がこう統一され、まあ、きっちりとした、まあ、ちゃんとした型がつくようになりました。で、API のパラメータの渡し忘れとか結構あったんですけど、まあ、そういったものや、まあ、アンデファイン、先ほど言ったアンデファインドプロパティに対するアクセスとか、まあ、ヌルに対する型、エンザエラーのバグっていうのは、もうほとんどなくなりました。で、もう一つがバリデーションの定義が冗長になっていた問題は、まあ、フロントエンド、バックエンドのバリデーション定義は、実装については共通化できました。はい。で、まあ、我々は Python、まあ、最初に言いますけど、我々も今回、PyCon JP のスポンサーにさせていただいているんですが、まあ、我々は Python を中心として、まあ、デジタルマーケティング、アルトースターなど、お客さんのデータ活用を促進する面白いプロダクトを開発しています。で、まあ、上級そのいろんなエンジニアが関わってプロダクトに貢献できるっていうのが、まあ、一番面白いところかなと思って、今回の発表したのは勝手に私が言われたわけじゃなくて、なんか不便だなと思って、勝手にプロリクエスト出したみたいな感じの、割と自由なことができるので、まあ、興味ある方は公式サイトなど、まあ、いろいろご覧いただければと思います。はい、ちょっとはい、まあ、発表は以上です。まあ、質問については、ちょっと Ask the Speaker の方で答えていきたいと思います。はい、ご発表どうもありがとうございました。あと1分半ほどありますので、もし差し支えなければ1つご質問来てますので取り上げさせていただければと思います。はい。はい、では質問です。OpenAPI を媒介にすると TypeScript 以外に他の言語でも使えそうな気がしますが、マシュマロで変換することを選んだ理由を教えてください。とのことです。そうですね。まあ、OpenAPI も実は内部で使ってるんですけど、まあ、OpenAPI よりも、まあ、今回作ったのが、まあ、小回りが聞きやすいっていうのがあって、例えばマスクドなんちゃらみたいな、まあ、自分で型 そのスキーマっていうのを生成したり、バリデーの中身もちょっと生成したりってするのも、
まあ、今回は、私が作ってみたっていうのがあるんですけど、まあその自分のところでハンドリングしやすく、まあ、コード化するってことで、まあ、今後のメンテも、まあ、サードパーティーのライブラリ作るよりは自分で作った方が、まあ、いろいろ用途に合わせてコード修正とかもできるので今回はそれを使いました、まあ、もちろん OpenAPI から変化するっていうアイデアも、まあ、考えをしてあって実際にそれの探したところ GitHub とかにいくつかでも GitHub があったので、まあ、そういうのも使うのも一手だと思います。なるほど、ありがとうございます。ではちょっとそろそろ時間が来たのでおしまいさせていただこうと思いますが、はい、あと私も個人的にフロントエンドではないんですけどバックエンドで両方の言語を使う機会があるので、でマシュマロっていうのも初めて知ったので非常になんか勉強になるなと思って、はい、楽しく拝聴してました。では時間になりましたので、柴内様のセッションを終了いたします。発表どうもありがとうございました。ありがとうございました。参加者の方はディスコードで発表者に大きな拍手をお願いいたします。質問のある方また直接お話ししたい方はディスコードの Ask the Speaker の当トラックチャンネルに移動してください。 Ask the Speaker のトラックは、PyConJP _1 です。スポンサーによるスペシャルブースがありますのでこちらもぜひ訪れてみてください。